あれってマスターだったんですか？貼ってしまいました。まだ貼ってなかった掲示板があったものですから。できました。言ってるんだろうね、この人は。はい、いいと思います。いいです。なんでだよ！私、行ってみていいですか？みんなが可愛いと思える国民的キャラクター、それは、団子大家族です。ほらてめえ、なぎさちゃんの意見を軽く流すんじゃねえ。何がだ。まあそうだな、時には可愛く思える状況もあるだろうさ。時にはじゃなくて、いつだって可愛いんです、団子大家族は。単なる球体ではないです。こう、胸がキュンとするような、すごく愛らしい曲線なんです。こらこら、流すな！そうだな、そう思えてしまう精神状況の時もあるだろうさ。精神状況なんて関係なく、すごく愛らしいんです。一つの案です。こらこら、ない。ちょっと落ち着いてみませんか。みんな興奮してて考えがまとまらないです。
渚さんには悪いんですけど、団子大家族より人手の方が可愛いと思います。もちろん人手も可愛いです。でも団子大家族の方がちょっとだけ勝っちゃってます。団子大家族の良さも分かります。分かった上でフーコは人手を推したいと思います。では人手と団子大家族2つが揃って1番です。はい。どうしましたか、岡崎さん。何と戦うんでしょうか。団子たちは取っ組み合ったりなんかしません。だって手がないんですから。あれは飾りです。もうとても失礼です。単なるチャームポイントです。人手と団子を戦わせようとしていた岡崎さんが言わないでください。はい。はい。家族はいいと思うんですけど、何を。なんでだよ。仕方がねえな。こう。和みすぎてしまいました。言われなくてもつつきまくりです。ツンツンと。で、うの悪い冗談です。もう天国から地獄に突き落とされた気分です。それ僕が地獄ってことっすかね。
あんたの仕業でしょ？そりゃ、やられたのは僕の方だからな。くそ、これだからガキのお守りはな。岡崎さん、いろいろ考えましたけど、やっぱりこの人手がいいと思います。そうでしょうか。私は皆さんに喜んでいただけると思います。二つ目、ふーちゃん大好きなんです、人で。そうですよね。はい。何も間違えてません。普通に暮らしてたら好きになります。岡崎さんはよっぽど人手に恨みがあるようです。小さい時に飼うのをお父さんに反対でもされましたか。だからかもしれないです。遠いまだ見ぬ海、そこに生息する人手に思いを馳せるんです。とてもノスタルジックです、海と人手なんて。でした。岡崎さんに言われて気づきました。フーコ、突起を忘れてました。というわけでつけます。ですが、それでなくても可愛くないみたいです。やっぱりあった方が。ふーちゃん。はい。突起あると持った時に手がチクチク痛いと思います。あ、盲点でした。危うく抱きしめることができない人手にしてしまうところでした。抱きしめられない人手に意味なんてないです。ありがとうございました。さっきから人手人手って何の話？これです。この手裏剣がどうしたの？人手です。え、マジ？どう見ても手裏剣じゃん。人手です。手裏剣だっての？人手です。外暗いです。